つかけたのかする的を開けてみるとどこかに鳴り声な鳥の声夢かけの本を置きどこから来たんだとはあるめこかしした豆の子ここが産地です。世界は音がシンプルで複雑に対して私なんて撫でるのにかもせられるまま地発で舞いの中人まで冷たいのこの家もう閉じるふるまいない言い訳で目合わせたいんだ固まった心左ぼっちで呆れ負けてでも水つかまないなんて指は物足りぬ中でしか知らない世界に少し誇れるここくらい許してくれますか。I'm not sure if I'm going to be able to do that.